青いユニフォームがホームの水戸ホーリーホック、4連勝を目指す戦いです。一方のジェフユナイテッド千葉が黄色いユニフォーム、3試合ぶりの勝利を目指します。浜崎めぐってクロスが来た、ヘディング、林こぼれてる、まだあります、富山ブロック、ここでこぼれて、まず山本海人選手が止めて、あ、山本、あ、ダブル山本ですねここは、はい、ダブル山本が止めました。うまく 前向いた清武、シュートだ、こぼれている、山本正樹、このターンうまいですね、体でうまくスクリーンをしてボールに触れずにターンしましたね。浜崎のクロス抜けてきた、チャンス、橋本シュートだー、素晴らしい、すごいミドルシュート、見事橋本決めたのは水戸。これこの浜崎選手のボール落とした佐藤和弘選手ですかね。よく見えてましたね、佐藤。この佐藤選手の落としはね、完璧でしたね。ね、このクオリティがね、すごいです。いいドリブルですね、早速。富山のドリブル、右を使います、佐藤。前が空いてる、狙ってきた。すごい。スーパーシュート、佐藤和弘。すごい。まず富山のドリブルがありました、まあ、本当にこうスペースがある中での水戸選手たちのドリブルの持ち出す判断ですよね、まあ、前半から目立ちますよね、このシュート、まあ、ここで浜崎選手がオーバーラップしてるんですよ、それによって乾選手もボールに行くのかサイドのケアするのか一瞬止まるんですよね、ここ。うわーすごい、イブスキに当てる、体を使って右足、イブスキの良さが出ました、強いですね。熊本戦でも自分で背負いながら振り向いてゴールを決めています、イブスキ。そして右のスペース、町田ダイレクトの折り返し、こぼれている、佐藤優斗、イブツキ、決定機でした、千葉。多少ちょっと下がりながらになったんですが、あ、触ってるんですね、ビッグセーブです。前田粘る、こぼれて林だ、ゴメスですかね、ちょっとすいません、自信がありませんけれども、僕もちょっと自信がないです。まあ、ああいったところでね、きっちり決めますね、まあ、多少ラフなボールだったんですけど、まあ、ここで今、乾選手ですかね、これは背負ったところで、前田対岡野、岡野選手でした、岡野選手ですね。そういったところの匂いを嗅ぎつけるところですよね、水戸サポーターの応援も大きくなってます。4連勝が見えてきました。乾が来る、ヘディング、だから乾選手のところにボールが行った時に時間をかけずに、はい、守備が整う前にですよね、上げることができましたよね。清武、決めた、直接ねじ込みました、清武、
というと壁のない側の方をちょっと狙ってきました。そうですね、そして選手と選手の間、まあ、笠原選手からするとボールがなかなか見えなかったので、はい、壁から越えてきた瞬間からしかボールを捉えることができなかったですよね。その分反応が遅れたというね。はい、ここで試合終了です。水戸4連勝、12試合負けなしにクラブ記録を伸ばしました。3対1、水戸が勝利しています。